さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング、私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。さあ今回の放送ですが、今回は9月3日の火曜日、東京有明アリーナにて行われる WBO 世界バンタム級タイトルマッチ、武井良樹選手対比嘉大吾選手の一戦の勝敗予想をしていきたいと思います。これは前回の動画で勝敗予想をしたバロッソ対アンディ選手に引き続き、メインカードにはあの井上尚弥選手対 TJ ドヘニーの試合が組まれている興行で、それのセミファイナルとして行われるのがこの武井選手対比嘉選手の試合ですよね。まあもちろんメインの井上選手に注目が集まる興行だとは思うんですが、試合の勝負論、勝敗予想みたいな観点から言うと、正直メインの井上選手対ドヘニーの場合、もう大方 99% ぐらいの人たちが井上選手が勝つと考えてるはず。それに対し今回の興行の中で一番勝敗が読めない試合だからこそ、一番楽しみな試合と思ってる人が多いのが今回話をしていく武井選手対比嘉選手の試合なんではないかなと。しかも2人とも非常に KO 率の高い倒し屋ですからね。もうどちらが勝つにせよスリリングな試合になる可能性が高いと。現 WBO 世界バンタム級チャンピオンの武井選手は戦績9戦9勝 8KO 無敗。もともとはキックボクシング K1 の世界チャンピオンだった選手ですが、そこからボクシング転向して、なんと2021年のボクシングデビュー以来わずか3年、10戦にも満たないキャリアでボクシングの世界チャンピオンまで駆け上がっていったとんでもないファイターですよね。まあ、武井選手の場合、今回で5試合連続ジムの先輩井上尚弥選手と同じ興行に出るわけですが、もう本当に今や大橋ジムの看板選手の一人。前戦では井上選手とも対戦経験のあったオーストラリア人ファイタージェイソン・モロニーを判定で下して世界チャンピオンに輝いたわけですが、正直僕はたった9戦で世界を取るとは思ってなかったんで、改めて本当にすごい選手だなと。この前回のモロニー戦はボクシングキャリアで初めて判定まで行ったものの、デビュー以来8戦連続 KO 勝利をしていたあのパンチの破壊力はボクシング界の中でも異質なレベル。もう一発の破壊力だったら井上尚弥以上みたいな声もありますよね。キック出身だからこそとも言える独特のリズム、遠い距離を生かしたユニークなスタイルは教科書的な観点から見た時評価するのが難しいところもあるんですけど、あの飛び込み様の右フックとか、前回のモロニー戦で光っていた左のボディとか、一発一発の重さ、そしてその重いパンチをしっかり急所に当てるあの当て感、あるいはタイミングなんかがとにかくやばい。で、それに加えて前回は右のリードジャブ、そして左ストレートの顔面ボディへの打ち分けがすごい良くなっていた印象もありました。なんであのキックボクシング出身の独特な戦い方も活かしつつ、どんどんボクサー武井良樹のスタイルを確立していっていますよね。逆にショートレンジの立ち回りだったり、長丁場になった時のスタミナは弱点と言える部分でもありますが、それを補ってあまりある長所の部分、一瞬で距離を詰める踏み込みの爆発力や一発で相手を効かせるパンチ力っていうのは、もう完全に世界の中でもトップクラスのものがあると思います。 K1 の世界チャンピオンからボクシングに転向して、ボクシングでも世界チャンピオンに輝いた史上唯一の選手ですが、もうキック上がり云々とかがどうでもよくなるくらい、シンプルにボクサーとして強いなっていうのが今の僕が持っている武井選手への印象です。そして今回そんな武井選手に挑戦しに行くのが、バンタム級 WBO 世界ランキングで堂々の1位にランクされている元フライ級の世界チャンピオン比嘉大吾選手。現在の戦績は24戦21勝 19KO 2敗1引き分け。武井選手も9勝中 8KO と素晴らしい KO 率を誇っていますが、比嘉選手も21勝中 19KO ですからね。この戦績を見るだけで2人ともがやばいパンチ力を持った選手ということがよくわかるんではないかなと思います。この比嘉選手はね、ボクサーとしてのキャリアは武井選手より随分長く、プロデビューは2014年で、このデビュー以来次々に KO の山を築いていき、なんとデビュー戦から15戦連続 KO 勝利という、あの浜田剛さんに並ぶ連続 KO 勝利日本記録保持者でもあるんですね。で、この15連続 KO の中でフライ級の世界チャンピオンにも輝いています。
しかし今から5年前、2018年の4月、このフライ級の世界タイトル3度目の防衛戦であるクリストファー・ロサレス戦で、まさかの体重超過を犯してしまい、王座剥奪。これは日本人世界チャンピオンとしては史上初の体重超過による王座剥奪だったわけですが、一応試合は敢行されて、その試合でも残念ながら TKO 負けを喫してしまうと。負けちゃったのもそうだし、軽量オーバーもそうだし、加えて16連続 KO の日本新記録がかかっていた試合でしたからね。いろんな意味でショックが大きかった一戦。で、この体重超過によって、日本ボクシングコミッションから無期限のライセンス停止処分を食らっています。で、結果このライセンス停止処分が解けたのが、翌年2019年の10月なんで、もう丸々1年半ライセンスが停止されていたと。まあ、アメリカのボクシングとかで体重超過で1年半もライセンス停止されるなんてことはありえないんですけど、比嘉選手の場合、ここでボクシングキャリアに大きくブレーキがかかってしまったわけですね。ただまあその後、フライ級から一気に2つ上のバンタム級に階級を上げて、2020年2月、ロサレス戦以来となる1年10ヶ月ぶりの再起戦を TKO 勝利で飾っています。ただここで勝ったものの、試合後の勝利者インタビューでモチベーションの低下を口にもしているんですよ。まあ、この再起戦の翌月、2020年3月に当時所属していた白井具志堅スポーツジムを辞めている比嘉選手ですが、まあ、これもいろいろとジム内の人間関係だったり、表には見えてこないごたごたなんかもあって、ボクシングに対するモチベーションの保ち方に苦労していた時期でもあるようですね。で、このジムを変えての一発目、2020年10月に行われた堤誠也選手との試合ではドロー判定。その後2020年12月にはストロング小林勇輝選手に KO 勝利を収めて、バンタム級の WBO アジアパシフィック王座を獲得するんですが、その次の試合、2021年4月には西田亮介選手相手に判定負けでキャリア2敗目。ただまあこの比嘉選手との試合の後、西田選手はバンタム級の IBF 世界チャンピオンになってるし、ドロー決着になった堤選手も堤選手で、今やバンタム級の世界トップランカーですから、フライ級上がりの比嘉選手が勝てなかったとはいえ、この二人としっかりやり合えてるっていうのが、そもそもすごいことなんですよ。ただそれにしても、15連続 KO 勝利を収めていた頃の輝きがある分、体重超過の末のロサレス戦での KO 負け、でそこから2年近いブランクを作って再起するも、その後再起4戦目までの戦績が、2勝1敗1引き分けですからね。この頃はどう考えてもあのフライ級全盛期時の勢いは感じられなかった。再起戦直後のモチベーション低下発言もすごい心配だったし、そもそも一つ飛ばしでバンタム級まで上げるっていうのは体格的にきついんではないかという意見が多かった。でもこのさすがにバンタム級じゃフライ級時代のような比嘉大吾は戻ってこないかもと、そんな風に思っていた時期がありました。ただここからですよ。西田選手に負けた後、トップコンテンダーのフローイラン・サルダールとの激戦をギリギリの判定で勝ち抜き、去年2023年6月には当時5年間負けなしだったシリチャイ・タイイエンを4回倒しての4ラウンド KO 勝利で、前戦でもタフな対人ファイターのナーポーン・カイカンハ相手にこれまた4ラウンド KO 勝利を収めてますからね。西田戦の負けからどんどん崩れていってもおかしくないと思っていた中、ここに来てようやくあの頃の輝きが戻ってきたんではないかなと。フィジカル的にバンタム級の体が出来上がってきたというのもあるんだろうし、一旦はモチベーションが低下していたメンタルの部分でも今はすごいいい状態を保てているんではないかなっていう気もしています。前のジムの頃からずっとお世話になっている乃木トレーナーに改めてまた世界を取るというところを見せたいという気持ちも強いだろうし、今回はこの乃木トレーナー VS 八重樫トレーナーっていうトレーナー対決も楽しみなポイントなんですよね。この乃木さんも八重樫さんもフィジカルトレーニングを非常に重視したボクシングトレーナーですが、実は八重樫さんは現役時代この乃木さんにフィジカルトレーニングを見てもらっていた。でそこから現役を退いた後、この乃木さんに教えてもらったことを含め大橋ジムの後輩たちにフィジカルトレーニングの重要さを叩き込んでいると。乃木さんのトレーニングメニュー通称乃木トレにしごかれている比嘉選手と、八重樫さんのトレーニングメニュー通称八重トレに鍛え抜かれている武井選手、どちらも地獄のトレーニングメニューとして名高いですが、それぞれどちらの選手のフィジカルが上なのか、今回はこういう見方をしても楽しめるんではないかなと思います。でそもそも今回の試合、実は武井選手はフィ
ィリピン人ファイターのレイマート・ガバレとやると言われていたんですよね。なんですがこのガバレオが調整試合のつもりで組んだ見聞トーレス戦で負けてしまって、もともとガバレオが WBO の1位で武井選手への指名挑戦権を持っていた選手だったんですけど、その負けたガバレオがランキングを落とし、その代わりに比嘉選手が1位に繰り上がると。逆にこの頃比嘉選手は同じ階級バンタム級の WBC チャンピオン中谷潤人選手への挑戦権をかけた指名挑戦者決定戦が内定していたんですけど、このガバレオの負けによって急遽その試合を取りやめ、まあ、ある意味棚本的に武井選手に挑戦できるチャンスが巡ってきたというね。まあ、本当ガバレオの負けから見ても何が起こるかわからないボクシング界ですが、ここで武井選手対比嘉選手の試合が見れるってのは僕らファンからしたら最高でしょ。逆に選手とかプロモーターからすると怖い試合とも言えて、武井選手を抱える大橋ジムの大橋会長もやりたくないと思う試合こそファンが求める試合と語っていましたよね。この大橋会長からしてもせっかく自分のジムの武井選手がチャンピオンになってくれた瞬間、初防衛戦の相手がかつての勢いを取り戻しつつあるあの比嘉大吾ですからね。それは大橋会長からしたら怖いわって。選手のタイプとしては中遠距離を好み、なるべく距離を使って戦っていきたい武井選手と、逆にその距離を潰して中に潜り込んでの接近戦に持ち込みたい比嘉選手、この分かりやすいタイプの対比もこの試合の魅力の一つですよね。身長リーチに勝る武井選手としては射程距離の長い右ジャブと左ストレートを軸に中に入ってこようとする比嘉選手をしっかり前で止めておきたい。あと比嘉選手はかなり低い位置から頭を下げて潜り込んでくるタイプですから、そこを狙った下から突き上げる左アッパーとか、あるいは潜り込まれた時に打ちたい左のボディフック、このあたりのパンチが鍵になりそう。接近戦の技術では絶対的に比嘉選手の方が上ですからね。武井選手はフックやアッパーを打つ時、コンパクトに打つというよりもスイングの軌道がかなり大きい大振りのパンチになりがち。裏を返せばよりコンパクトな軌道で回転力の高いパンチコンビネーションを得意とする比嘉選手の方は、距離を詰めて中に潜り込めば非常に大きいチャンスがあるということになります。ただ体格差はかなりあるし、比嘉選手にとって距離を詰めるのは簡単な作業ではない。まあ、武井選手はもともとスーパーバンタム級の選手、対する比嘉選手はもともとフライ級の選手と、シンプルなフィジカル的パワーでも武井選手に分があり、まあ、おそらく一発の破壊力でも武井選手の方が上です。なんで武井選手としてはこのパワーさを生かして比嘉選手のことを押し返したいですよね。まあ、あの武井選手の一発の破壊力に対し比嘉選手がやばいと感じるようだったら距離を詰めに行くのに躊躇しちゃうみたいなこともあり得るかもしれません。まあ、それこそジェイソン・モロニーがそのパターンでしたよね。ただまあスタミナの部分ではやっぱり比嘉選手の方に分があって、もちろん前半ね武井選手が元気な時間帯に一発でかいのを当てて比嘉選手を倒す可能性もあるんですが、試合が長引けば長引くほど比嘉選手のプレッシャーに体力が削られていき、武井選手の体が浮いてくる。そうなれば力のこもったパンチは打ちづらくなるし、中に潜り込まれる機会も増えていくと。モロニー戦の後半の展開、特にあの最終ラウンド武井選手のスタミナが完全に切れてしまった、あの展開を作ることが比嘉選手のやりたいことなのかなと。両陣営ともお互いのやりたいことは結構明確に分かってると思います。じゃあその自分がやりたいことをやって、自分のやりたい展開をどちらの選手の方がより長い時間帯作っていけるのか、いかにして自分のフィールドに相手を引きずり込んでいけるのか、ここが重要ですよね。で今回それをするにはパンチの手数だったり、自分の得意な距離を作るためのステップワークの忙しさだったり、クリンチ際の押し合いだったり、いろんな部分で相手に負けない運動量が鍵になってくると思います。その運動量を支えるスタミナ面、あるいは相手のパワーに押し負けない肉体的強度、フィジカルの部分、こういうところが試合の勝敗を分けるんではないかなと。のぎとりに耐え抜いた比嘉選手か、やいとりに耐え抜いた武井選手か、まあ、スタミナでは比嘉選手だろうし、フィジカルの強さでは武井選手だろうし、まあ、それぞれやりたいこと、戦いたい距離なんかは違うんですけど、そんな中で両選手の運動量だったり、フィジカルの強さの部分に注目して試合を見てほしく思っております。ちなみにボクシングのオンラインベッティングが楽しめるステークが、この録音現時点で出してるオッズは、チャンピオン武井選手の勝利が 1.31 倍、そしてチャレンジャー比嘉選手の勝利が 3.25 倍です。
まあ、ボクシングのキャリアでは比嘉選手の方が随分上なんですけどね。まあ、それでも未だに全勝無敗の武井選手ですし、まあ、体格だったりパワーの部分で勝ってると考えると、このくらいのオッズで武井選手が有利とされるのは理解できるのかなと。まあ、でもシンプルに10戦もしていない選手が比嘉選手相手にフェイバリットオッズ出せるっていうのはすごすぎることなんですけど、でもそれくらい武井選手は化け物じみた選手というわけです。まあ、でも本当にね、どっちにも同じくらい勝てるチャンスがあると思うし、もしこの試合を機にステークのボクシングベッティングで遊んでみようと思った方がいれば、概要欄に貼ってある特典クーポンコードを使って、このチャンネル限定50ドル分のファーストベットボーナスをゲットしてみてください。このコードを使っておくと、仮に初めてのベッティングで予想を外してしまったとしても、なんと約7500円分までのベッティングであれば、負けた分のお金が丸々キャッシュバックされて全額戻ってくるんですよ。当然予想を当てれば普通に勝ち分が得られて、仮に外しても負けた分の賭け金が戻ってくる。要は7500円まではノーリスクでボクシングベッティングが楽しめるんですね。ボーナスについての詳細は概要欄のリンク先に書いておくんで、ぜひこちらのスペシャルボーナスをゲットした上でステークでのボクシングベッティングをお楽しみください。さあ、ということで、この辺りでそろそろ僕の勝敗予想もシェアしていこうと思いますが、今回の僕の個人的な勝敗予想は、挑戦者比嘉大悟選手の8から10ラウンドくらいでの KO 勝利としておこうと思います。まあ、比嘉選手の方がアンダードックだし、結構大穴予想な気もしていますが、僕は十分比嘉選手の KO もあり得ると思ってるんですよね。ただぶっちゃけ相性的には身長に劣るインファイターの比嘉選手からしたら、高身長サウスポーの武井選手は天敵とも言える。距離を詰めるのには苦労するだろうし、全然距離を詰めることができず、遠いところからボコボコ殴られて武井選手が KO するみたいなパターンもある気はするんですけど、まあ、とはいえね、ここ数戦でパフォーマンスのクオリティを上げてきている比嘉選手、キャリアに勝っている分、ボクシングの引き出しは比嘉選手の方が豊富だし、攻め続けられるスタミナ、バンタム級にアジャストしてきた階級適性も込みで、比嘉選手が KO 化する絵も全然想像がつきます。逆に武井選手の減量区が僕からするとちょっとした懸念点というか、若干の不安材料だとも思ってます。同門に井上尚弥選手がいることもあって、本来の適正階級であるスーパーバンタム級ではできないし、かなり無理してバンタム級に落としてきてると思うんで、それが前回のモロニー戦みたいなスタミナ不足につながっている可能性もある。実際本当にバンタム級の体重を作ったのは前回の試合が初めてで、そこで初めて倒しきれなかったっていうのもあるし、まあ、もう中盤8ラウンド目くらいからは時計も気にしているくらいスタミナが辛そうでしたからね。モロニーの場合、サウスポーへの苦手意識もあったのと、武井選手のパンチ力を警戒するがあまり極端に手数が減っていた。要はそこまで攻めてこれないモロニー相手にも、あれだけ武井選手は疲れていたわけですよね。で、僕は比嘉選手だったらモロニーよりももっとしつこく距離を詰めてガンガンパンチを振ってくると見ています。そうなれば当然武井選手のスタミナロスも激しくなるだろうし、さっきも言った通り運動量の勝負になった時、徐々にペースの落ちていく武井選手を後半どこかで比嘉選手が捉えるみたいなイメージですかね。右のガードが落ちやすい武井選手に比嘉選手の得意パンチである左フックが合いそうな気がするのと、あとはもう一つ比嘉選手の得意武器であるボディアタック、このボディ攻めが武井選手の体力をさらに削っていくんじゃないかなっていうのも一つのポイントです。なんでフィニッシュパンチのイメージは左フックか左のボディ、まあ、比嘉選手は過去武井選手と同じ長身サウスポーの西田選手相手にアウトボクシングをされて負けてるんですが、武井選手の場合、この西田選手ほどのアウトボクシングスキル、レンジコントロールスキルはない、まあ、それこそどこかでちょっとでも距離感を間違えて迂闊に踏み込んだりすると、比嘉選手の右ストレートカウンターなんかも飛んでくると思いますから、西田選手のような感じで比嘉選手のことをアウトボックスするのは武井選手にとっては難しいんではないかなと。ただ、まあ、さっきも言った通り、比嘉選手が武井選手のパンチ力に躊躇しちゃって全然前に出ていけない、手数も出せないみたいなことになっちゃうと、モロニー戦と似た感じでポイントアウトされることもあるんでしょうけど、まあ、僕はいい意味でモロニーより比嘉選手の方が頭のネジが外れてるタイプだと思うんで、武井選手相手にもガンガン前に出ていく比嘉選手を見られると思っています。
まあ、今回は本当にどんな展開もありえますからね。僕は武井選手が勝つとしたら割と早い回での KO 決着になりそうとも思っていますが、まあ、一応僕のオフィシャル勝敗予想としては比嘉選手の後半 KO 勝ち。これは KO になるか判定になるかも含めて皆様の意見もだいぶ割れる気がしていますから、コメント欄を見るのも楽しみにしてますよ。ということで今回の放送はこの辺りで終わりにしてくればと思いますが、今回話をしてきた WBO 世界バンタム級タイトルマッチ、武井良樹選手対比嘉大悟選手の一戦について、皆様それぞれの勝敗予想や展開予想もこの動画のコメント欄にてお聞かせください。それでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければ Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録やいいね、スーパーサンクスもしていただけると幸いです。ステークでボクシングベッティングをする場合、概要欄のクーポンコードを使って50ドル分のファーストベットボーナスをゲットするのもお忘れなく。ではまた次回の放送でお会いしましょう。